穴木入大神社は、山梨県甲府下から二丁目に鎮座する神社。甲府盆地の古水伝説、宿列伝説を由所に有する。旧社格は豪社。鎮座地は、甲府盆地北部に位置する甲府市中心域の西端、地域西部を南北に流れる相川左岩に位置する。大名無地の命、少なびこの命、元鮮明命の御柱を祀る。近世紀まではもっぱら。 穴切り明神と呼ばれていたので、古水伝説との関係からも当初の祭神は穴切り明神かあるいは祝列明神ではないかという説もある。海の国社記、寺記によると当初は黒戸名神社と称したが、後に朝廷から穴切り大明神の信号を賜ったとして、演技式神明朝記載の式内社山梨軍、黒戸名神社であるとし、 海の国島木55神社部第一も、社記曰枠として、黒虎神社説を紹介しているが、口述するように、新明朝時代の鎮座地は、駒群に属していたと見られる。また、両所は、太古の昔に湖であった甲府盆地が山を、切り崩して、水を落とすことで陸地化されたという海国古水伝説、宿列伝説を由緒として掲げ、社記によれば、和道年間に、 当時の海国寺が湖を平地化することを発揮し、朝廷に創上するとともに、国づくりの神である、大国出身に祈願した上で、盆地南部のカジカザワ口を改作し、富士川へ水を落として、盆地一帯を水田化するという大事業を行い、工事の竣行に際して、新城をこむった、大名持ちの命を勘定したのが宗始であるといい、開拓を主導した海国寺も、富士川の流域である、 河内地,地方において、祝烈明神として祀られたという。なお、河内の地域名は、川内から転じたものとも伝える。一方の、国氏は、盆地の湖水を落としたのは三柱の神で、最初の神が山の葉を蹴破り、次の神は山に穴を開けて、水を落とし、最後の神がその水を藤川へ導いて、川瀬を作ったという遺説を伝え、最初の神を祝烈明神と、 山を切って穴を開けた神を穴切り開け神と最後の神をセリツ不動と称え、当神社は二番目の神を祀るもので、穴切れの神社名もこれに由来するとの一休憩を引いて、上勢治水の孔あり人を知りて神仏、トストーンヘリと述べる。山梨県の各地には盆地が古水であったとする伝説や、これを神仏の力で開拓したという祝列伝説が多く、 残され、実際に地質時代の甲府盆地は、駿河湾が入り込み、それが、終局作用や火山活動により現在の地形になったと考えられており、近世には西青沼村に属した、鎮座地を含む一帯は、和明類呪章に載せる駒群、青沼郷の遺章地とされるが、その青沼の章は、多くの古章が点在していたことに由来するとも言われている。 和道年間にもなお、大湖であったとの、斜岐に、直ちに従うことはできないものの、甲府四川塚には、弥生時代から、このため、一帯は弥生、古墳時代から開拓された地域であったと考えられている。当神社の付近からも、縄文土器が出土しているので古い時代に、鎮斎されたであろうことは伺え、本殿背後にある高さ1メートル余りの立石を、 神社創始に関連づける見方もある。確実な文書における、当神社の所見は、鎮座地である西青沼村に、国印車両五国七と余りが安堵された慶長八年の徳川四部行連所証文写しで、国市にも、国印車両は五国二章とあるようにこの車両は、江戸時代を通じて維持された。江戸時代に、甲府城を中心とした甲府城下町が成立すると、 城の南西に位置する当地を含む、原宝をはじめ、二丁目の一部と丸のうちに、三丁目の一部は、東神社に由来する、穴切れの地名で呼ばれる格外の武家地とされ、上飯田大館所の陣屋も所在し、一帯には、相川から取水した甲府上水が引かれた。また、桃井市町に所在する城門が東神社に由来する、穴切れ、五門と呼称される等、武家からの数形を受け、 交府金番も崇拝したという、明治5年5月に豪舎に列した。なお、翌6年に、明治政府の意向で、官主職の世襲が廃されると同職が欠員となることもあり、その間に小記録類が失われている。例祭は4月19日。国市によると、近世には、新青沼村に屋敷を構える正木家が、官主職を世襲していた。 本殿の混流年代は不詳であるが、様式的に桃山時代の最高にかかるものと考えられている。比較的小規模な一見者流れ作りで、生息面の三方に木星ラ乱付きのクレーンを巡らして、大床とし、三社広報筋に、脇障子を構え正面中央に、両開きの板、カラトをはめる。組物は、実費付け連三との出組とし、拳花を突き出して、 彩色豊かなのきしりを支えており、頭抜きの木花には全衆様が伺える。日和田吹きの屋根は、正面圏の茅やふと、裏孔が直線的でのきつけにのみ、半蔵を見せており、軒き全体に半蔵をつける中世紀の遮殿様式とは異なっている。後輩は鮮やかに彩色された連ンとの組み物を用い、持ち、 後輩柱同士をつなぐ工業も簡素な作りであるが、漆で赤と黒とに鮮やかに塗り分けられ、格式の高さを感じさせている。なお後輩柱と、三社柱とは、工業でつながず、装飾彫刻を施した手鏡のみをつける。胸札から上京を4年と、明和2年に、集築や屋根の吹き替えが行われたことがわかるが、小規模ながらも、細部の衣装の装飾性に、 桃山時代の特徴を残し、特にカエルマタ等に見せる木彫り彫刻等には、桃山時代から発達していく細部装飾の初期の形式が示されている。また、後輩柱をつなぐ高梁の木花の形状が、室町時代後期の武田家により造営された社殿群のものと似ており、それらと共通する性格を持つ建築物としても注目される。昭和10年に、 当時の国宝保存法に基づく国宝に指定、同25年8月29日の文化財、保護法施行に伴い重要文化財となった。不指定の胸札3枚は昭和37年に追加指定された。廃電は鉄筋コンクリート製の切り妻作り、大来離ド半武器。かつての廃電は、昭徳5年の建造にかかるものであったが、神父の東部神社へ寄進されたという。 かながら門んながら門は、入りもや作り平入り、み間一個、二層の老門で、胸札によると、完成6年に、下山の大工である、竹下玄蔵を当領に建立されている。彫刻は、立川流初代の数四郎ふ胸の手になり、牡丹や若葉、木花の獅子や雑踏、動植物の彫刻に優れ、特に香料花壇の尺上堀や、上層の死輪家の波に貝の彫刻に、 道流の特徴を示す。建築、彫刻ともに極めて秀逸で、江戸時代後期の老門建築として価値が高いことから、平成13年に甲府市の文化財に指定された。高等派付づりの神楽殿は、神ながら門より少し早い時期の建立と推測されるが、外部に張り出す。屋根の両翼部は、後年に増築されたものと思われ、その張り出しの形状は、 天保六年上等という諏訪大社下社秋宮の神楽天等との類似が指摘できる。神明社、塩釜社、道祖神社のほか、稲荷大名神の石祠をはじめとする少子が複数、ある。ありがとうございます。